こんにちは、プクです。今回はですね、実はユニバーサルスタジオハリウッド、ハリウッド以外にもちょっと撮影をしていたので、そちらを紹介していこうかなと思います。まあ、かなりね、貧乏旅行なんでどうなのかなとは思うんですけど、もしよかったら最後まで見てってください。でね、なんでね、今私ね、いつもだったらね、お家の中からね、こうお話しするんですけど、実はね、お家にある桃の木、しかもね、3月3日に咲いたんで、今日はもう4日になってしまったんですけど、で昨日はあいにくの雨だったんですけど、そう、3月3日のひな祭りの日に桃の花が咲いたと思って、なんで皆さんにちょっとその可愛い桃ちゃんを見てもらおうかなと思って、外でやらせていただいております。ちょっとじゃあカメラ切り替えますね。ザーン、かわいい。ほら、もうつぼみがいっぱい映ってるかな。はい、てな感じで桃のお花でした。では本編に入りたいと思います。どうぞ。おはようございます。今日泊まったホテルの朝食をご紹介します。あ、何これ、ヨーグルト？違うよね、ヨーグルト、これ、違う、なんか違うね、食べたことないね、ゼリーみたいなやつ、これもらってみようかな。なんかチェリーチェリー。あ、何これ、ジョーク？ What do you call the oldest berries in the patch? 答えは Elderberries。 全然わかんない。あ、ありましたありました、これこれ、子供大好きね、2人のすごいチョイスだね。これですよ、やっぱ子供は。ワッフル作ろうね。ここは取りづらそう。ソーセージとスクランブルエッグがあります。フルーツ、リンゴとオレンジ、それとじゃーん、ワッフルメーカーあります。まずカップに生地を入れて、どのぐらいまで、どのぐらいまでだろう、ここのライン、ラインなかった、フルラインだ、ここだ、ここのまでライン、ここがここどっち、こっちがこっち、こっち、そんなに細かくできないから、そう、なんとなくでいいと思うよ。こっちストロベリー味だけど、はい、ストロベリー味作ってみようかな。あとですね、ここにジュースはアップル、オレンジ、ストロベリー、キウイ、パッションオレンジガバ、あ、美味しそうだね。あとコーヒーマシーンと、ザーン、これ私飲めんのかな、シナモンスパイス、メープルブラウンシュガー、あ、オートミールが飲めるんじゃないの、これ。アップルシナモン、オートミールと、あとジャム、あ、ほらほら、ここにも。ピーナッツバターあります。アメリカといえばの。コーヒーミルク。バニラ味じゃない、これ。ね。あ、ハニーもある。こんなハニーもあるんだ。かわいい。シュガーと。あと、ここでパンが焼けます。あ、こっちにあんじゃん、ホットココア、あ、ホットチョコレート、ワッフル作ってます。これやった？入れ、タンスじゃない、タンスじゃない、ワッフルのデコレーションにはこれが、これは多分メープルシロップかな。わ、パペタペタしてる。とパウダーシュガーと、これは何だろう、シナモン、え、これ辛いソースだよね、サーサピアね、サーサがこれ辛いやつだよね、ほら、え、ワッフルにこれかけんの、卵にかけんのか、ケチャップか、ケチャップか、ちょっと作ってみます。ストロベリーワッフル、
美味しいのかな。わあ、いっぱい出てきた。うわあ、いっぱい入っちゃった。あ、で、スプレー、スプレー。スプレー？ありがとう。入りまーす。なんかストロベリーのつぶつぶも入ってない？ちょっと右寄りになっちゃったな。大丈夫かな。で、蓋を閉めて。もはや手でやった方が早い。はい。あちゅー。うわー、大きいの出来上がった。これでお腹いっぱいだね。さあ、開けてみまーす。スピン？オッケー。あ、ちょっと偏っちゃった。絶対手の方がいい、私。ほら。かわいいハート。こちらが私たちがもらってきた朝ごはんです。穴にちょぴっとずつチョコが入ってて、かわいい。定番のこちらシリアルね。普段家で食べないからね、ここぞとばかりもらいます。でこちらちょっと私のね、雑ですいません、こうストロベリー味のワッフル、これも定番だよね。謎のソーセージと卵で、これがさっき見たジュースですね。なんだっけ、なんとかなんとかガバって書いてあった。あ、オレンジパッションガバだね。うん、あとね、焦げた。多分アメリカのスーパーでは必ず売ってるんですけど、私は一度も試したことがないです。わあ、ヨーグルトとか、結局ヨーグルト、なんかバッシュって書いてある。甘いヨーグルトだ。いらないの。ストロベリーバナナ、栄養バランス悪いね。シュガー。ストロベリーワッフルは食べてみたんですけど、全然ストロベリー感がなくて、ただ生地がピンクだったみたいな。うん、普通にまあ美味しい。でやっぱ出来たては美味しいよね。といった感じです。ちょっと朝早くに東京セントラルに寄ってみたいと思います。すごいね、日本だね。39ドルもすんだ、やっぱ。あ、トイレのおもちゃ1個買えばじゃん。あなたたちすごい好きそうだよ。行ってみようか。なんかすごいかわいい。かわいい、すみっこ暮らしいっぱいあってる。わ、モンチッチだ。私が小学校ぐらいの時。かわいいね。なんだこれ、カップヌードル。ハローキティバージョンね。ビラクマ持ってる。わ、IC バージョンじゃん。なにこれ、アメリカコラボ。ケチャップ、ハッサス、ハッハッハッ、ノーモーノーマーサス、アンドウィッシュ。パンケーキ、パンケーキ、あー、パンケーキか。やっぱりロサンゼルスすごいですね。なんか安いのかな。種類がすごい豊富。まあ、マルカイと同じなんですけどね、系列は。でもなんか並べ方かな、見てくださいこれ。
上の届かないように、なんつうんだろう、ピコピコハンマーがあります。ピコピコハンマーじゃないのこれ、なんだっけこれ名前。でも私全然届くストロベリーだって。上がマンゴー。落ちるよ。すごいのできたね。こんなにテスラの、なんだろう、なんて言うんだろう、充電器っていうのかな、いっぱいあるのは見たことあるんですけど、車自体がいっぱい止まってるのは初めて見ました。いかがでしたでしょうか。ちょっと私寒くて震えてるんですけど、こんな感じで無事に帰宅いたしました。また次はお家の中から撮影したいと思います。では今回は終わりにしたいと思います。じゃあね、バイバーイ。